福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルス、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は右の坂東、対するイーグルスの先発は右の瀧中、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の坂東マウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは小深田。第1球投げました、ストライク、いきなり151キロ。第2球打ちました、これは平凡だね、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番島内。背番号35。第1球投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。第2球投げました、ストレートはボール。投球はこれから3球目、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、低め、スプリット外れてボール。投球これから5球目、ボール。さあ6球目、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。セカンドベースマン浅村、背番号3。第1球投げた、アウトコース低め、カットボール外れてボール。投げた、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、打ちました、ショートの左、アウト、スリーアウトチェンジ。坂東上々の立ち上がりを見せています。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のフランク。第1球投げた、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました、ファール。ホークス、ここは引っ張りに警戒します。打った、鈍いゴロ、今宮ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番小郷。背番号51。第1球ストライク。第2球投げました、変化球ストライク、アウトローへ、これで追い込みました。投げました、ボール、外角低め。第4球はボール。次が5球目、投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第6球は外角低め、外れてボール。投球これから7球目、外角低めいっぱい、見逃し三振。第1球投げました、打ちました、ファールボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、外側いっぱい、見逃し三振。坂東、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山崎。第1球投げた、決まってストライク。第2球低め、外角ストライク、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた、1球外した、ボール。次が4球目、投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。山崎、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げました、初球バント、ピッチャーの左へ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト。ランナー二塁に進みました。ホークス、先制のピンチを迎えます。第1球投げました、初球決まってストライク、いきなり152キロ。投げました、ボール。第3球を投げました、インロー際どい球、ボール。
第4球を投げました。決まってストライク。第5球投げた。打った。センター前に出る。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第1球投げた。アウトコース低めいっぱいストライク。いきなり152キロ。投げた。内角ボール球打った。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。バンドワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは島内。第1球投げた。外角低めいっぱいストライク。初球ストライクから投げた。2球目ストライク。第3球を投げました。外角ストレートは外れてボール。投球これから4球目打った。これは内野ゴロ。今宮取った。ショートから一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番浅村。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第1球アウトコース低めストライク。第2球投げました。危ない球。投球はこれから3球目打ちました。痛烈。入れば先制だ。入った。入った。ホームラン。先制ホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。ヒットだったでしょうか。完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは指名打者フランク。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。初球見送ってストライク。第2球内角低め見送ってストライク。第3球を投げました。1球外してボール。第4球を投げました。変化球はアウトローへボール。投げた。ボール。さあ6球目投げた。打ちました。打球は三遊間へアウト。これで2アウト。ランナーありません。先ほどのプレーです。バッターは5番小郷。第1球アウトローへストライク。タイミング合いません。初球空振りから投げた。おっと自打球。第3球を投げた。148キロ直球。空振り三振。バンドナイスピッチング。4回の表が終わって1対0。バンドとうとう打たれてしまいました。5回の表これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは伊藤。外れた。ボール。第2球カットボール見送ってストライク。第3球を投げた。流し打ち。これはヒットになります。ライトからセカンドへ伊藤。ツーベースヒット。ホークス同点のピンチを迎えます。さあリプレイです。先ほどヒットを放っている山崎。ホークス一打同点のピンチを迎えています。第2球投げました。インロー見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げました。外直球は外れてボール。第4球を投げました。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。第1球投げました。低めストライク。少し迷ったか。第2球投げました。これもしかし空振り。これで追い込みました。投球はこれから3球目打ちました。投球これから4球目ストレートはボール。インハイへ。第5球投げた。外角低め空振り三振。ピンチを連続三振でしのぎます。左バッターボクサー9番辰巳。第1打席はセンターフライに倒れています。1球目ストライクからボール。インコース低め。第3球
ボール、アウトローへ。第4球は打った。追い込んで投げた。スプリット見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バンドノーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。5回の表が終わって2対1です。ゲームは後半に入ります。左バッターボックスはトップバッターの小深田。今日はレフトフライとセカンドフライ。投げた。ストレートはボール。第2球投げた。空振り。投げた。ストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。アウトコース。ボール。第5球投げました。打った。アウト取れない。小深田いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。左バッターボックスは島内。今日は三振とショートゴロ。第9球小深田スタート。ストライクになった。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。初球ストライクから投げました。打ちました。センター前のヒットになります。島内ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは3番浅村。今日3打席目。第9球島内走った。これはストライク。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。第2球投げました。打ちました。内野ゴロ。中村ボールを取る。中村そのままベースを踏んでアウト。ホークスなおもピンチが続きます。投げました。アウトコース低めいっぱい。ストライク。まずは決めてきました。投げた。ボール。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。低め外角ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。打った。センターへ上がった。取ってこれでスリーアウトチェンジ。さあリプレイです。バンド2アウト3塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。6回の表が終わって2対1です。ホークス圧勝です。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手バンド、負け投手滝中。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。